10月6日に石破茂新首相が政治資金不記載議員に新たな罰を下しました。萩生田光一さんら12人を選挙で非公認にするとしたんですね。でもこれは石破さんダブルスタンダードでありトリプルスタンダードであるというふうに私は思います。石破さんはこう言っているんです。自民党にルールを守る倫理観を作る。けれど石破さんこそルール違反、自民党こそルール違反だと私は思います。公認か非公認で石破さんが新たに示した基準3つあるんですけども、その中で非常に重要というか興味深いのが一つあります。それをちょっと見てみましょうね。これによるとですね、役職停止の処分が継続中の議員で政治倫理審査会で説明責任を果たしたものを除いて非公認とするというんです。大事なことですからもう一回言いますよ。役職停止の処分が続いているもので政治倫理審査会で説明責任を果たしたものを除いて非公認とする、ここから2人の大物議員が浮かんできます。二階派の事務総長を務めていた武田良太さんと安倍派の萩生田光一さんです。2人とも今1年の役職停止を受けています。2人とも役職停止が今続いているわけですね。でたった一つの両氏の違いというのは、武田良太さんは二階派の事務総長として政治倫理審査会に出席しました。萩生田光一さんは事務総長ではありませんから政治倫理審査会に出席していません。これがたった一つの違いなんです。じゃあ萩生田さんはなぜ政治倫理審査会に出なかったんでしょうか。萩生田さんはですね、その時のことをいろいろ話しているんですけども、党の中枢にいた森山さんであるとか、菅義偉さんであるとか、今党の中心にいる森山さんとか、そして石破茂さんとか小泉進次郎さん、みんななぜ萩生田さんが政治倫理審査会に出なかったかという理由分かっているはずなんです。分かっていたらとても新たな罰を与えるということはできなかったんですけども、与えました。新たにまたひどいことを罰として与えました。これこそ究極の自民党のルール違反だと思います。当時の報道を振り返ってみると本当によくわかることがあります。萩生田さんはですね、政治倫理審査会に出席をして証言するか否か、それは自分は出席してもいい、出席しなくてもいい、党の決定に任せますと言っているんですね。で、私は萩生田さんに当時のことを聞いてみました。萩生田さんこう言っています。国会の政治倫理審査会というのはそもそも疑いを持たれた政治家にとって身の潔白を証明する場なのです。すべての議員には出席して自分の身の潔白を証明する権利があります。ただし出席する義務はありません。だから私は政倫審に出てもよいし出なくてもよいと考えて党に委ねました。で、その当時の私が出席してもいいと言ったことは当時の新聞報道、ぶら下がり会見などで何回も言いましたので報道されていますから、皆さんそのことをチェックしてくださいと萩生田さんは言いました。するとその当時の党の重鎮、中枢の方からですね、こういう決定が下されたんです。政倫審に出席するのは各派の事務総長経験者まででよいと。事務総長を経験していないものは出なくてもよいと決めたんです。それを決めたのが今幹事長になっている森山さんですね。当時総務会長でした。そして当時の国対委員長の浜田靖一さんでした。で、今その森山さんが罰を与えて非公認にすると言っているわけですね。萩生田さんが続けましたので、もうちょっと萩生田さんの説明を聞いてみましょう。萩生田さんは、政治資金が問題とされた5年間、私はずっと安倍内閣で大臣と政調会長を務めていました。つまり安倍派の派閥の罰務には全く関わっていなかったのです。それで質問されてもわからないことが多いので、党の方が出なくてもよいと言ったので出ませんでしたと言っています。さて、安倍さんが暗殺された後、森喜朗さんが五人衆ということを言い始めました。五人衆というのは、萩生田さん、それから高木剛さん、西村康稔さん、松野博一さん、世耕弘成さんの5人なんですけども、この中で安倍さんが安倍派の政治資金の取り扱いは問題があるから、これを直ちに訂正してやり直さなければいけないと言って、世耕さんであるとか西村さんをたびたび呼び寄せて早く訂正しなさいと指示を出したのは皆さんご存知の通りです。この安倍さんの呼んだ、自分の事務所に呼びつけて今の政治資金のやり方を改めなさいという指示を下したその場に、萩生田さんは一度も呼ばれていないんです。なぜなら萩生田さんは派閥の仕事を全くしていないからなんですね。さあ、かといって萩生田さんがこの政治資金が問題になった時に全く説明をしていなかったのかといえば、全くそうではありません。例えばですね、時間を制限しないで記者会見を開いたり、それから自分のそのブログで説明をしたり、ネットテレビに出て説明をしたり、地元のいろんな説明会で会合で説明を尽くしています。で、1月22日だったんですけれども、萩生田さんは本当に時間全然制限しません。記者の皆さん方がもう質問が尽きるまで私言いますのでと言って、長い長い時間を記者会見で、説明をいたしました。そして今年の3月29日にはですね、政治資金でその還付を受けた残ったお金全部安倍派に戻しているんです。清和会に戻しました。で、ここで私、皆さんと共に確認したいんですね。萩生田さんは党の決定に従って政倫審に出なかった。森山さん、そして浜田靖一さんが出なくてもいいと言った。そして今になって今度は自民党が政倫審に出なかったからあなたは非公認だと、政倫審に出た武田良太さんは公認しますよと言った。で、これすっごくおかしいですね。なぜ2人の間にこんな線引きをしたのか。そこには石破首相の何て言うんでしょうかね、特殊な事情があると思います。石破さんは自民党総裁選挙に出るのに、いわゆるその20人の推薦議員が集まらなかった。そこで泣きついて武田良太さんが、泣きつかれた武田良太さんが4人とも6人とも言われる議員を推薦人として回してあげたと言われています。そしてまた決選投票では武田良太さんたちがいわゆる二階派の票をまとめて全部石破さんに回したと言われています。その結果、石破さん首相になれたわけですから、武田良太さんを非公認にするなんてことはとてもできない。けれども、いわゆる朝日新聞とかいろんな新聞がこの政治資金問題どうするんだ、裏金だ裏金だと言って支持率が上がらないものですから、誰かを犠牲にしなければならない。その時一番目立つ実力のある人が萩生田さんなんですね。この萩生田さんを狙い撃ちしたとしか思えないというふうに私は思います。そしてこのような本当にダブルスタンダードの、自分のことしか考えない石破さんの姿勢を誰も非難しない。そしてメディアはですね、この安倍派の問題、とりわけ萩生田さんの問題を裏金事件というふうに言いますけれども、実態は政治資金の不記載問題なんです。で、立憲民主党の野田佳彦代表はですね、裏金と言いますけれども、私は立憲民主党と野田さんには裏金という言葉を使うならば、まず自分の党のことを反省してほしい。なぜならば野田さんの後ろ盾にいらっしゃる小沢一郎さん、この方は14億円とも言われる本当に巨額の裏金を手にした人なんです。これは裁判になりました。この時のその小沢さんの右腕と言われた議員たちが有罪になっています。裁判で歴然と裏金ということが証明された。その小沢さんが後ろ盾になっている立憲民主と野田さんがですね、今自民党の萩生田さんたちに裏金裏金というのは本筋じゃないでしょうと、あなた方自分たちこそが裏金の本元じゃないんですかということを私は言いたいというふうに思います。振り返ってみたら日本のメディア、朝日新聞とか左のメディアはですね、安倍総理がお元気だった時に安倍総理のことを散々悪く言いました。安倍総理に直接関係のないようなことでも何か悪いニュースが出ると安倍さんの写真を使うんですよね。で、本文をよくよく読んでみたら安倍さんの責任ではないようなことについても安倍さんの写真を使って非常に印象を貶めるわけですね。で、今この安倍さんの代わりに萩生田さんがそのような立場に立たされているのではないかというふうに思います。何でも萩生田さんが悪い、何でも裏金は萩生田だというようなことで、このようなことでその印象のトリックをするわけですね。で、私は思いました。この選挙の最中、印象トリックを続けても実力のある政治家の評判を落とそうとするメディアのこの印象トリックに私たち有権者は操られてはならない。しっかりと目を見開いて、本当にこの非公認にした自民党のこのルール違反、石破さんのルール違反、森山さんのルール違反、何なんだということで、しっかりと実態、真実を見て投票したいと思います。